草薙剛と香取慎吾が7月31日放送の新強パワースプラッシュ JFM に出演。7年ぶりの上演が決定した舞台バースト危険な二人について語った。アンコールアンコールっていう声がないとならないですからね。三谷幸喜が脚本、演出を手掛ける香取の二人芝居、バースト、危険な二人の7年ぶりの上演が決定。香取は番組の中でそのことを報告し、草薙は、再演になる舞台は人気があったから再演になるからね。これはファンの方が多かった舞台ということになりますよ。アンコールアンコールっていう声がないと再演にならないですからね、と噛み締めた。香取から、草薙自身のアンコールの声が一番大きかったのではないかと振られると、草薙は、本当、やりたいですよね、とコメント。そして、あの舞台、本当に結構、それまでに、ない感じだった。二人芝居っていうのもほぼなかったから、僕は、と特別な思いがあったことを明かした。バル、7年前は、すべては劇場で明らかになる、ということで、事前に内容が一切明かされないまま始まったという同作。二人で話しているこのラジオが作品のきっかけとなったのだという。香取は7年前のことを、稽古場とかすごく印象的、だったといい、三谷の演出が初めてだった草薙が緊張していたことを覚えていると振り返った。バル、草薙は、今回はどうなるんだろうね、と思いを巡らせ、楽しみだよ。久しぶりだしね、三谷さんも、ワクワクですよ本当に、と期待。二人は楽しみだと繰り返し、香取は、皆さんぜひ足を運んでいただけたらと思います、とアピールした。